はい、こんにちは。今回は手羽取り元肉を使ったチューリップですね。これの作り方をやっていきます。で、手羽元の骨の細い方ね、持った時にこう筋肉が固まってるところがあるんですよ。一塊になってるところ、ここですね。で、ここの今くぼんでるところ、ここにナイフを入れていきます。で、向こう側と貫通させて切ってやると骨がこう見えますんで、こんな感じですね。そしたらあとは下側、骨の下側にナイフを通してパチッと断ち切ってやる。そうすると完全に骨から身が外れるんで、あとはこう少しずつ切れないところを削ってってやって、あとは手でギュッとしごいてやればチューリップができます。そんな難しくないですよね。で、使うナイフなんですが、できるだけ小さいやつの方がやりやすいですね。私が使ってるのはアウトドア用のね、フォールディングナイフってやつなんですが、このぐらい小さいやつの方が使いやすいです。まあ、チューリップになったやつも売ってますけど、まあ自分でやった方が安いですしね。まあこんな形にしたやつを唐揚げなんかにすればお子さんなんかも喜ぶんじゃないでしょうかね。今回はたまたまホームページの方に問い合わせがあったんで、せっかくなんだから動画で作ってみようかってことでやってますが、次回の動画ではこいつを使った料理を紹介していきます。まあこんな感じなんですけども、ご参考になりましたでしょうか。てな感じで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。